たちゃん。はい、大きくなりました。こんにちは。トラタです。妊娠32週です。なので来週から9ヶ月に入ります。だんだん重くなってきました。そろそろ。近いので、出産準備の何かを紹介したいと思います。君は出産準備じゃないよ。はい、君たちちょっと抱いてなくて、はい、バハバハ。ベビーベッドは使わなくなる、暑さから使わなくなるかなと思ったので、普通のシングルのマットレスを大人になっても使えるようなのを買ったので、それの上に、これ君たちのじゃないよ、これちょっと見た目より大きかったね。そうね、そう、でもそれぐらいはいるでしょ。うん、これ持ち運びができるカバンみたいになっていて、いけるよ。うん、かわいい。あ、なんかガチャガチャ入ってる。本当だ。え、これどういう、あ、そういうことね。あ、すごいじゃん。ついていて。結構な大きさまで作れたの。これで作ってまあ、こんな感じだわね。うん、どっかに入るの。ここにきついて刺さるようになってない。多分この辺刺さるんだろうね、これが。うん、何も刺すものないね。ボリビアだね、これ、えー、あ、これじゃない、ここだ、ほら、これか。んで、こっちもこうだね、ちょっと心もとないね。うん、まあでもいいじゃん。で、これはあ、ここにマジックテープがついてる。んで、ビヨーンってね。なるほどね。うん、会話は必需品だからね。これシートベルトかな。シートベルトいる？シートベルト。あ、なんだろうね。うん、それ必要？気晴らしに。それがあるとドッキバラシにできるんや。これ出さなくていいんじゃない？そうなんや。どうやって遊ぶんやろ。ちゃんと。いいじゃん。ねえ、知らんけど。なんかね。これを普通の大人用のシングルのベッドの上に乗せて、あれは、もうできたら。そうだよ。犬たちはね、ちょっと高いところに最初置いとかないとね。そうだね、いきなりは。あ、でも思ったより結構しっかりしてていいかも。うん、ボリビアはね、蚊や必需品だからね。うん、デング熱とかね、チクングヤ熱とか、マラリアはないけど、温熱とか。で、ワンタッチで雨でいいじゃん。まあね、コロナ禍で運ぶかどうかわかんない。でもこれで面倒も慣れてくれれば、うん、いつも寝室じゃなくても例えば、うん、キッチンで作りながらとか見てもらえるし、まあ犬たちが乗らないように教えないといけないけどね。おすすめこちら、これは必需品ではなかったと思うんだけど、迷いに迷って最後買ってしまったやつ。
これはまあお出かけ用なんだけど、リュックでお出かけにいろいろベビー用品を入れるリュックが欲しかったっていうのがあるんですが、なんと、なんか謎なものをいっぱい買ったね。いっぱいじゃないよ、4個だけで。こう開けると、なんと、まさかのぐるっと開けるとじゃじゃじゃーん。おお、すごいじゃん。これどうやって使うの？ここに赤ちゃんが、うん、あ、これね、あ、シートだね。え、じゃあこれで良かったんじゃないの？そうとは言うお、これ何なの？これ？これもうパタンってならないようになるんじゃない？これは何？なんかね、USB 付きって書いてあった。え、じゃあ赤ちゃん USB で動くの？USB 電源なの？最近の赤ちゃんは USB 電源らしいよ。うちらのみたいは豚つぶかままみたいなやつだったけど。どこに、これ何、これまさかの、また、うん、あ、これかな。これでいいじゃん。だから。うん。蚊帳がついてないですかね。あ、そうか。うん、まあでもこれがあれば、まあ落ちにくいってなるかな。うん。そしてそんな。それ電源取れるしね。うん、電源取れるしね。赤ちゃん充電できるしね。うん。まあおむつと哺乳瓶と着替えぐらい入るかな。うん。それもなんか。家では哺乳瓶がなかったら保温できるから。あ、本当よ本当よ。哺乳瓶入れてたよ。そういうやつだ。うん。哺乳瓶とおむつ。うん。タオルとか着替え。哺乳瓶とおむつを一緒に入れた。できるね。日本みたいになんかおむつ替え台がさ、どこのトイレにもあるとかっていう環境じゃないからね。うん、急にどっかでお家買わなきゃいけないみたいな。これ広げるのわざわざ毎回。でもそうじゃなきゃ別にそのテーブルの上でよくね。テーブルの上で、うん、なんか丸見えじゃん、うん、他の人に。でもなんかこれを組み立てている間に何がおむつがなんか大変なことにならなければいい。ちゃちゃっとできるようにならないとね。ちょっと。うん。まあ寝かせておく分にはいいけど。うん。うん。まあこんなにここはよ十あのいっぱい使わなそう。うん。でまあこれはお外用で赤い方がお家用って感じかな。うんうん、そうなんや。いっぱい中国語書いてある。カナダのメーカーとか言ってるの。カナダのメーカーと思ってたら。めっちゃ漢字書いてあるけど。絶対違うね。あ、まあまあ違うかどうか分からん。これはベビーバスで思ったより大きかった。うん。Facebook のマーケットプレイス。今ね、ボリビアのメルカリみたいなやつやもんね。最近それでいろいろ買うのが買ってるみたいな。大きくない？大きいな、このカエル。ヒガエルでかいもん。王様？これ。別の、あの YouTube チャンネルでママさんが紹介してたので、このベビーバスをこうやって折りたためるのがいいっていうふうに言ってたのを聞いて、お、これじゃんと思って。めっちゃでかいな。僕一人でできないかもしれない。え？あ、え、大丈夫？今どうしたよ。え、それじゃ意味ないじゃん。
コパワーが入ります。ちょっと妊婦には無理だな。あれなんかコツがあるんじゃない？どういう、あ、あ、え、足がついてて、なんかうちの子ペラペラやからこれでよくない？あ、そうすればいいんだ。これなんか、これすると止まってた。なるほどね。いいんじゃない？ここシャンプー台、目のとこにシャンプーとか。目痛いっちゅう。そうそう。そうすると赤ちゃんがつるんって滑って溺れないの。へえー。赤ちゃん一人で入れるの？一人で入れる。あ、こっちが頭だね、多分ね。あ、こっちが頭ないの？違うかな。そうだよね。うん、頭が沈まないように、うん、こうやって。なるほどね。座らせるね。うんうん。これも一気に感じる。そうなんかいっぱい感じ変えたこれはね、なんか爪切りとかね、フロー、爪切りフロー、ああ、そうですね。こういうケアセットみたいな、爪切りかな、爪切り眉毛か、鼻毛か、鼻毛カット、鼻毛カットにしてちょっと浅い。爪切り爪切りは爪切りはこっち、うん、でも赤ちゃんの爪切りってハサミみたいだったよ。本当？ピンセット。普通に何つまむの？鼻の中。何？爪やすりかな。アイスクリームの方これぐらいね、最低限。爪切りは早めに買った方がいいって言ってたから、すぐ伸びるらしい。うん、こんなの買いました。